はようございます、こんにちは、こんばんは、俊平太と申します。いよいよエアージャム2018が今月の9日に開催されますね。非常に楽しみです。ちょっと前にタイムテーブルも発表されて、個人的な予想としてはバースデーあたりがトリマーをやるんじゃないかなと思ってたんですけど、フォーリミがトリマーで非常に衝撃を受けました。最近勢いもあるのでフォーリミをトリマーにしたんじゃないかなという見方もできますね。僕フォーリミも好きなので非常に楽しみです。でシム見たかったんですけど、シム結構前ブラフマンが来てその次にシムなんですけど、まあ早い時間からやるので早めに行かないといけないのでちょっと辛いですね。まあ早めに行ってシム見たいと思います。でタイムテーブルの話はまあこの辺で置いといて、今問題になっているのがチケットリセール問題ですね。まあ、僕は問題なく行けるので関係ない話ではあるんですけども、ツイッターとか見てたり、僕の友達でも仕事の都合上行けなくなったりした人がいるので、まあ、そういう人たちの悲痛な叫びが結構あるようです。で今回のリセールに関してなんですけど、いくつか問題点があったように思いますね。まず1つ目、リセールの期間が短すぎるという点ですね。今回のリセール、8月の20日から26日までリセール期間があったんですけど、まあ、開催期間が9月9日なんで、まあ、ちょっと直近すぎたのと、期間が1週間もなかった、あと告知期間もそんなになかったっていうのもあって、その落選した人とかに周知があまりされてなかったんじゃないかなという疑念がありますね。で、まあ、公演によってなんですけど、前日までリセールを認めてる公演とかあったりして、ちょっと不公平感が強いかなっていうのがありますね。で2つ目、まあ、さっきも話したんですけど、リセールの期間が直近すぎるっていう点ですね。20日から26日までなんですけど、翌月の9日にもう開催されてしまうので、まあ、ちょっとこの期間に予定を調整するっていうのは難しいんじゃないかなって思いますね。シフト制だったりするともう翌月の後半、まあ、中旬ぐらいにはシフト出さなきゃいけない人もいると思うので、まあ、ここから予定調整してこのライブスケジュールに合わせるっていうのは結構難しいんじゃないかなと思いますね。3つ目が、このリセールの機能自体が、まあ、欠陥だらけなんじゃないかなっていう点ですね。まあ、もちろん転売問題がいろいろあるのは承知してるんですけども、ちょっとハードルが高すぎる状態になってるんじゃないかなと思います。昔は普通に友達同士なら、あ、じゃあちょっと行けなくなっちゃったから明日のチケットあげるよっていう感じで無料でやり取りもできたんですけど、今はそれすらも許されない状況、転売が社会問題になってるのも重々承知はしてるんですけども、買ったら責任を持ってその日開けなければいけないっていう問題ですね。もちろん自分で買ったんだから責任持って開けるか、もう諦めろよっていう意見ももちろんわかるんですけども、でもチケキャンとか公式リセールを出したのって行けない人が出ないようにするための救済措置だったはずなのに、今や空席を作っても転売させないようにするのが目的になってしまっているんですね。エアージャムにどうしても行きたいでも行けない、エアージャムに行きたいでもチケットが手に入らなかった、そういう人は結構いると思うんですけども、今回その例にもう完全に当てはまってますよね。チケット、まあ、チケット購入代金はどうでもいいんだけど、このチケット、この席、誰かに譲れないかなって思っても簡単には譲れないんですね。紙チケットの場合は、まあ、一応まだチケキャンに出せる可能性はあるのかな、あ、でもないですかね。10日前までの公演しか確か出せなかったはずなので、もう無理ですよね。そもそもそういう問題とかもあるのに、リセールがちゃんと機能してなさすぎるっていう問題
なのにもかかわらずサイドステージチケットをこのタイミングで発表して発売する意味がちょっとは考えられないですね。売れない人がいるし、まだまだ売りたいけど売れない、行きたいけど買えてない人がいるからステージサイドを出したと思うんですけども、いやだったら見えるところのチケット売ってあげないよっていう話ですよね。で、行けなかった人に対する救済措置が一切ないっていうんですね。まあもちろん買って予定を空けられなかった人の自己責任っていうものもあるとは思うんですけども、例えば ZOZO タウンが今回やるエアージャムのライブビューイングを無料で見れたり、チケット使えませんでしたって人に DVD を無償であげたり、そういったのがあれば、まあリセールがうまくいかなかったとしてもそんなに不平不満が生まれるわけでもないのかなという気がしますね。まあ、どうしても予定を空けられなかったりする場合ももちろんあるので、急な予定だったり商談だったり、これはもう今後のリセールの課題としか言いようがないですよね。まあ、もちろん運営側とかアーティスト側のチケット転売に関しての危機感っていうのは重々承知はしてるんですけども、もうちょっと気軽に行きたい、絶対予定空けないといけないとか、もうチケット取ったら責任持ってその日行くか、じゃあそのお金ドブに捨ててくださいっていうのだと、今のこと消費の時代にそぐわないのかなって気がしますよね。絶対に行けるならいいんですけども、例えばアリーナ席だったら別に席を確保してるわけじゃない、そのエリア内の定員人数をキープしてるだけなので、ちょっとそれはどうなのかなっていう気にはなりましたね。今後もこのリセール問題っていうのはいろんなライブフェスとかで起こってくる問題だと思うので、まあ今自分には関係ないですけども、今後自分の身に降りかかってくる可能性ももちろんあるので、この問題に関しては、まあ、早急に解決してほしいなと思いますね。転売ヤーがいるのも事実なので、気軽にもうちょっと、まあ、友達にあげるならいいかなっていう線引きはもちろん難しいんですけども、もうちょっと気軽にリセールができたらいいのではないかと思います。まあ、もちろん定価以上で売るのは転売に当たると思うんですけども、定価以下半額とか手数料として1000円だけもらうけど、じゃあそれで譲ってあげますよとか、そういうことなら別にいいんじゃないかなと思うので、もうちょっとハードルを下げたリセールを提供してもいいんじゃないかなと思います。まあ、その判別が難しいので一概には言えないと思うんですけども、結構このリセールに関しては他の公演とかでも問題になってきているので、まあ転売もそうなんだけど、このリセールはもうちょっと整備が必要なんじゃないかなと思いますね。今回の動画少しでも参考になったり共感してもらえたら、ぜひグッドボタンとチャンネル登録、あとこの問題に関しては皆さんの周知が必要なので、ぜひシェアしていただければと思います。ご視聴いただきどうもありがとうございました。ではまた。